まあ、余裕ですね。でもあのワクチン取るとかもあのあどさりしちゃうけどもチクってもしやったとしたら、はい、もうちょっと待てばよかったのかなっていうぐらいですよ、うん。ただ注射の時はなんか全然あれだ、怖がるもない、状況がつかめてないからね。ただ台の上乗せられてプルプル、うん、してたみたいな。とても大きいんですよね。そう、打たれた瞬間だけ来たんですね。プレキンのキャンとかもまあちゃんとやっていたと思うんですけども、あのそもそも爪切りって痛くないじゃないですか。お嬢ちゃんも爪切り苦手じゃないですかね。お母さんに切ってもらったら小学生ぐらい、何も覚えてないんですよ、小さい頃の。あのでも爪切り犬苦手になるんですよ。それはさっき言ったような不安定なところに作業を進めちゃうからなんですよね。あ、今だな、ワクチンも一緒の動いてるので、爪切りもしキャンっていうぐらいだったらまあ全然大丈夫。それがあの本当ああキャキャキャってなって進めてるようだったら、もうこっちがあちょっと待ってくださいってあのもうちょっと優しくて言いにくいけども、プロに対してあの怖がってるからもういいかなってこっちがあの回避することももしかしたら必要かもしれない。でお話し合いにこう窓をつかんでとかっていうのは基本的には手をグーッと掴んで、その今なんとなくそれ必要ないなんて分かるじゃないですか、はい、なんか今じっとしてることを学ぶんだっていう理論があるんだったらそれも必要なのかもしれないけど、いずれにしても今力を込めてとかっていうのはもう恐怖でしかないんで、あんまりこの子に合ってるかっていうと合ってないと思うんで、ただ言いにくいじゃないですか。僕もそれは分かります。ワクチンの時に、いや先生ちょっとこれが慣れてるんで今日ワクチンやりますとかって言えないじゃないですか、はい、人間の子供の初めてのワクチンの時に、あのでも人間の世界なんで犬よりは進んでるし、科学的にとか結構人工的にやってくれるかなと思ったら、お父さんが破壊してみてくれたんですよ。あー、えって思いました。僕どんなアンパンマン出てくるかと思ったんですよ、はいはいはい、そしたら破壊してみてくださいって言われて、ちょっと戸惑ったんだけど、まあ、分かりましたって感じでパパを破壊してみて、もうその時に子供泣いてるわけで、赤ちゃんですけどね、はい、0歳児、はい、泣いてる中に痛い思いするから、もう苦手になるわけです、うん、そこで今注射苦手、苦手じゃないでしょ、まあ、痛いけどそれは苦手じゃないですよ。でも大人になっても苦手なことって言って、でなんでそんなに怖がるのみたいなって、おじさん、あれって多分だけどその0歳児の時に破壊人されたっていうのをそのまま1歳2歳3歳そのバッチプログラムであるんで、毎回毎回同じように破壊人されてって絶対それだと思って、こう1回目の時にそのまあ確かにすごい行列できてるんで、その勝負だって、だから僕だけちょっと待って、うちの子にアンパンマンって DVD 見せてから近づいて言えないんでそこは諦めて、でも絶対違うと思って2回目の時はちょっともうちょっと落ち着いた状況を親が作ろうと思って、で僕ちょっと仕事で間に合わなくて、母親が来てて妻が来てて、であの僕が待っていた時にはなんか妻はその待合室にいなかったから、あのあ娘がいると思って、で泣き声がしたんで、あやばいと思って、これは俺は泣かないんだと思って、ちょっと入っていいですかって、あちょっと確認しないと分かんないんで、ちょっと待って待ってますかって言って、もう待てないと思って、娘の声なんで娘が泣いてるんでちょっともう分かるんで、ちょっと申し訳ないけどって入ったら違うかったんですよ。マジモンスターだと思うんですよ。ただ本当モンスターですねって僕は言ったけど、なんかその泣きじゃくる中注射打つのは違うと常々思ってますね。あれですよね、今身近な先生もいろいろとね、なんか特にガンバーも見せてくれたり、そういろいろとあの手この手で怖がらせないようにしてやってくれてる先生いますよね。まあ、ハッピー着ないとかね、うん、あのあここになったらぬいぐるみとか、すごいこうキャラの洋服着たりとかね、50代の先生も本当あのそれでいいと思うんですよ。ハッピー着ないとか、着ぐるみ着てるとか、なんかすぐ着ぐるみ着ておもちゃを出してくれるとか、それでいいと思うんですよ。話して、うん、
そう、逆になんか、ね、あれいつするのかなぐらいで、そのぐらいで感じて、いや、それはね、わらずだと思いますよ、うん、説明しなかっただけで、うん、来ていきなり聞くっていうのが、うん、よくないかなって。そうだったんですね。そうだったんだ、ただの話好きかもしれないけど、話好きもあるよね、あれそれはね、あのそうあるべきですね、初めて来た、うん、確かに、完全に甘やかして、教育方針もバラバラで、お母さんが叱ることはなのに、お嬢ちゃんが叱らないっていうのは NG な気はするんですけども、うん、人が歩くと足に、うん、まあでも許可していいんじゃないですか、うん、許可しないですもん。えそれどういう風にします、どうすればいい、やめてほしかったらやめてって明確に言います、はい、やめる強度で言います。あで例外は与えないです。えちょっとやめてって言ってやめなかったら、ちょっとやめてって言ったよねってさらに強く、でその例外を与えないっていうのは、例えば10秒の間に5回やったとしたら5回に関して必ずアプローチするので、そうなんていうの、あ疲れてきた、キャ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 楽しいね楽しいね、でも強く感じてきた、ダメでしょうってなると、それは下手だな、伝え方が下手だなと思います。甘神の時点からもう、いやその区別犬つかないと思うんで、あのね、噛み方も10の強度があったとして1から5はあのいいけど、6になったら急に叱るって多分通用しないんで、え、何なのって意固地になると思います。どこでもこう甘噛みでも下の方がダメっていうことを普通に考えたらそうですよね、うん、って見れば子供の頃に、ね、来たらすぐにそれを教えればこうにはなってないんで、でも大丈夫かってきて口の中に入れて、まあ、舐めてるだけだといいかなとか、ちょっと歯が触れてるだけだといいかなから始まって、かわいいかわいいね、許可してたのに、なんか最近、そう最近痛いねってなって叱るとかになっても、あのそれは混乱する時期はあって、そうか、今もそのルーズなところで来てるから、そうか、なんでよって思ってる感じで、これ本当スポンジにこうお湯を入れない状態でこう撫でるじゃないですか、はい、まあ、そんな嫌じゃないんじゃないですか、はい、でだんだんこう入れていくわけです、そういうの、なるほど、量を増やして、でそう気づかない間にこう実は流してるみたいな感じだったら、うん、そんな嫌がんないで、沐浴はそんな感じです、ガーゼでこうやってね、部屋に何かこう腫れ物を触るようになってたんで、でも犬の場合はいきなりシャーッとかけるみたいなところがあって、うん、そんなことはないから、これでいいんですよ、慣れれば慣れれば、うん、じゃあやればいいんじゃないですか、うん、嫌ってないよね、いやー結構タフなんでね、なんかずっとするのは嫌だから動きたがるとは思うんですけども、うん、別に動けばいいじゃんと思いますけどね、自分でやればいいのかな、そうだね、お風呂場じゃなくてね、そしたら逃げられるし、自分台に寝た方がいいですか、ね、僕はキッチンでやってくださいってお願いしますね、キッチンにあのシャワーがあればなおいいですけども、全然シャワーなくてもいいです、なので僕シャワー今日使わないかもしれないですね、あのキッチンってこの高さでもちょっと深いぐらいかな、はい、なんでいいかっていうと、そのまずこう離しても逃げられないじゃないですか、ね、お風呂場だと走り回っちゃうじゃないですか、であまりその走り回ると犬冷静になれないんで、あのなんか嫌だみたいな感じで、ここで押し問答、ちょっと待ってダメだよとかって、お母さんちゃんと持っててみたいなのもあまりお勧めできなくて、で何だったら僕は2人1組でやるっていう作業は基本的にはなしがいいかなと思います。へー、そうなんですね。沐浴2人1組でやらないじゃないですか、それは赤ちゃんがその寝てるぐらいの感覚の時にやるじゃないですか、犬も一緒で2人1組でお母さんが持ってる間にお姉さんが洗うみたいな行動はなしで、1組でやるのが悪いんではなくて、誰かが抑えてないとじっとしてない状況で作業を進めないでくださいということですね。つまり2人でやるにしても落ち着いて落ち着いて落ち着いてって、そうなんか抑えられてるって思っちゃうんで、そうするとなんかね苦手になっちゃうんですよ作業が。ああなんか抑えられる、これって、ちょっと超気持ちいいわけですよ、でも
そういうマインドにさせないで抑えててやるっていうのはあまり得策ではない。なんか人間がヘッドスパなんか言うとめっちゃ気持ちいいと思うんですよ、うん、はい、でも犬はそんなにこうシャンプー好きな子多くなくて、それって多分リラクレーション効果もあると思うので、うん、はい、うん、同じように考えればいいと思います、うん、それでそれとあのキッチンがいい理由はもう一つあって、うん、結構ねこうやって、ね、顔がね近づけられるんです。コミュニケーションが取れるんですよね、うんうん、ではっきり言って濡れたっていいわけですよ。僕トレーナー着てこれに泡がついたけど、うんうんうん、どうだっていいわけですよ、うんうんうん、でもなんか今プルプルってやってお湯かかるとキャーやめてみたいな感じになっちゃうと、いや今見つけじゃん今のそうそう、二人は本当ぶっちゃけもうあのスウェットとかも水着でやればいいじゃんと思います、うんうんうん、やらないけどかった本当だ顔もやらない。最初って最初のカットって大事ですよね。大事ですね。あのもちろん家のシャンプーも最初は全て最初ですあの解決してくれるんで、これなんかあのちょっとでも嫌なんだけども、うん、言っても馴染んできたじゃないですか、うん、はい、はい、あれって思うんで、うん、あれそんな嫌じゃねえかなって思うんで、うん、家でもそうだったらあったりします、ね、なるほど、何あんな顔してたんだね、うん、アミューズメントにすればいいと思いますよ。こうキッチンで洗ってて、はい、こうね、ビジネスになりながら、おう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 とかドラッチとかあげながら、まあ、風呂でもいいし、こう楽しみながら洗えば、でも作業になってるじゃないですか今、はい、よし、やるかみたいな、2人でそう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 、ね、そうではなくて、ほんと、アミューズメントですよ。後追いするので、はい、私がシャワーしてる、お風呂入ったらシャワーしたりしてると、はい、お風呂場のドアの前で、はい、ずっとこう、はい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 、開けてやってます。はいはいはい、はい、異常行動ですね。異常行動でも本当に異常行動です。もうトイレ行ったらトイレにもついてくるし、あのそうさせてるんですよ。そういやトイレに開いた時に兄がいて、はい、ああかわいいな、私のこと好きなんでしょ、パパにはしないんだよねって思っちゃってるんで、思っちゃってるんで、あのどうすればいいですよそれ。いやそれは、うん、お前それはないだろうって思ってあげないといけないなって僕は思います。まあ確かに可愛い。パッと開けていると、それは赤ちゃんだからっていうことではないんですか。そんなことないですよ。犬はずっと赤ちゃんですから。だってお嬢ちゃんが幼稚園ぐらいの時とか2歳とかの時はやったっておかしくないじゃないですか。だって自立ができてないんですもん。まあ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 ってね、その幼稚園とか保育園に行ってない頃にトイレ行った時に目の前にいるって、それはもうそうだよねって分かるんだけども、犬はそれ15歳までやります。下手すりゃ死ぬまでやりますよ。そうすると疲れちゃうんですよ。疲れてきた、まさに疲れてきた。この前もね、そう、自分だけ一人目に入ったから、うん、周りの子はめっちゃ遊んでるのに一人で寝てた。慣れてくればシャワーでもちろんいいんですけども、うん、まあ今日は沐浴と同じレベルで目に入らないように水道を作って、はい、要はそんなにシャーって出さなければ怖くないんで、はい、でもこれをマックスでビシャーと出して、はい、いきなりその目に飛び込んできたら、はい、嫌だじゃないですか、はい、で目に入ることよりも鼻に入ることの方が犬苦手なんで苦しくなっちゃうんで、ここに入らないように気をつけて、ちょっと水道こっちに作ってここ流してあげればもう混ぜるは綺麗になるので、なるほど、それいい。あんま嫌じゃないですね。気持ちいいのかどうか分かんないけど、まあ嫌じゃないと。泣き合わなくてね、泣き合わなくてね、自然に見えるんだよ。めっちゃ気持ちよさそうにしてるの。俺がね、入るの嫌だから、あのでも嫌じゃないよ。家だとどうしてもパーってなるじゃないですか、はい、ね、顔がもう笑いにくくて、そうそれは本当丁寧にやらないから、それだけすっごい技術を要するだけじゃなくて、だって
ほとんどの母親はちゃんと黙浴できるんですから、うん、そのやり方をそもそも この指導されるわけですよ、その助産師さんから、うん、黙浴は、はい、でも犬のシャンプーで指導されないっていうだけの話ですね、うん、でどうやって洗っていいかなんか誰も教えてくれないっていう話だけで、うん、全然理屈が分かれば苦手にならないんですよ、うん、